はい、お疲れ様です。まあ、何本か取りだめ中なんでね。MAKO、まこです。よろしくお願いします。はい、今回もお笑い自由研究やっていくわけなんですが、今回も終わった賞レースですよね。歌ネタ王、オンバト、S1、U1? いや、あの2つは、S1 はいいでしょう。で、今回は10年間やっていた、2003年から2013年やっていた MBS 漫才アワードという賞レースですね。で、どんな人が優勝したかと言いますと、初代03年フットボールアワーさん。M1 を取った年ですよね。で、笑い飯さん。で、キリンさん。M1 すごいですね。上位さん。で、さらにその翌年、ノンスタイルさん。M1 上位3組経験がある芸人さんですよね。で、アジアンさん。M1 ファイナリストではありますが、で、解散されてますね、現在は。で、アメリカザリガニさん。唯一、松竹。そして、初の非吉本での MBS 漫才アワード優勝。さらに言えば、なんだ。唯一、松竹からの優勝を果たしますね。で、翌年がスパンさん。お、スパンさん。で、スマイルさん。スーパーマラドーナさん。藤崎マーケットさん。吉田たちさん。双子ですよね。東の大拓、西の吉田たちって言われてるとか言われてないとか。藤崎マーケットさんもそうですよ。漫才。全員オンバト芸人だね。オンバトに1回は出てる。で、2009年以降はもう、オンバトプラス、オンバト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 プラスのみ。全員がオンエアバトルに経験はありますよね。で、全員、あれですよね。認定漫才師、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 認定漫才師
あるんですよね。まあ、次 YTB とか他何がいいですかね。 YTB まだ紹介してないのが沖縄限定の O1 グランプリバイアスロン面白そう。まあバイアスロンはまだ今後紹介していくであろう。で渡辺ナンバーワン面白そう O1 グランプリ、まあ、沖縄芸人を決める O1 と、まあ、バイアスロンは今月の27にあるので、で、まあ、終わった賞レースドリームマッチで今年はもう決まっている面白そう、フォーク大賞、さらに言えばなんだ R1YTB、ABC、オールザッツ漫才新人大賞キンキンザ・ダブリュー、髪型漫才大賞かな、髪型漫才大賞、と ABC お笑いグランプリなどをなどまだ紹介していきたいなと思います。今後もじゃあまた見てくださいね。じゃあねバイバイ。